2010年の鈴間ゼミに出入りさせていただいておりました、国立大学の医学部に通っております大熊と申します。私自身は短科大学に所属しているので、哲学や社会の仕組みなど他の大学では普通に学べることを、あまり学ぶ環境におらず、そういった勉強に飢えていたので、先生のお宅で鈴間ゼミという形でお話を伺えたことが本当に嬉しく、新鮮ですごく楽しかったのを覚えています。また先生の周りに集まる学生の方々も私にとってはすごく刺激的で素敵な方々でした。また、先生の背中を拝見していく中で、政治というのは哲学であること、そしてそれを確実に実行するリーダーシップについて本当に間近で見させていただいておりました。最近出会った言葉で、どんな国家も一番の財産はソフトパワー、人々の活気と能力であるというお話を伺っていて、私自身医療にこれから関わるんですけれども、先生自身もすごく医療に関しては造詣が深くていらっしゃって、発達障害や教育、その中でも私が興味のある発達障害や教育、また医療をどんなふうに社会に上手に組み込んでいくかについて、すごく様々なご意見を伺えればなと思います。人々の能力を生かす社会を作っていくお手伝いが、これから私自身まだまだ未熟なんですけれども、医療の分野から一緒にお手伝いできたらなと思っております。これからもよろしくお願いします。頑張ってください。